アプリエです。すごい綺麗なね、このモデルさんの色めっちゃ綺麗ですよね。皆さん買ったことってあります？あのまだ出たばっかりだと思うんですけど、あのカラーリングのメーカーといえばホーユーさん有名なんですけど、ホーユーさんから三翼式のすごいカラーが出ました。その名前がこのアプリエっていうもので、皆さんのサロンのところにこのアプリエさんのサンプルが届いてるか、ちょっとお話がいってるかちょっとわかんないんですけれども、配透明感っていうのが、この売りで、でこれがあの、カラーチャートになるんですけど、一番上がこの15レベルというのがちょっとありまして、ちょっと検証してみたんですよね。 PC パウダーっていうのを混ぜるんですね。一般的にカラーってあの1液と2液混ぜるじゃないですか。このアプリエっていうのはこのパウダー、これパウダーですね、ブリーチパウダーじゃないんですけど、こんなようなパウダーがありまして、これサンプルなんですけど、このパウダーを、10% ぐらい、 10% ですね、混ぜるんですね、あのカラー剤に。まあ3つ混ぜるというのがこの新しいアプリエの、カラー、ポーユーさんのカラーになります。特にポーユーさんのこのカラーがさすがだなっていうのが、すごい色が透明感、本当に配透明感って書いてるんですけど、確かにハイトーンのカラーめちゃめちゃ綺麗に出ます。で皆さん気になってるのはこのこれこちらかなと思うんですけど、まああの簡単に言うとこのパウダーってブリーチではないんですよね。であのこれから言うのはちょっとメーカーさん的にどうか分かんないんですけど、簡単なあの伝え方、このアプリエのこの三翼式のパウダーの簡単な伝え方、簡単なちょっとですね、例え方っていうかな、通常ブリーチ剤にカラー混ぜると色があの飛んじゃうじゃないですか。あの1液と2液カラー混ぜて、それにパウダーのブリーチ混ぜると色死んじゃいますよね、色削りますから。で、これはそういう色を削らないというもので、これサラシコって昔サラシコって言われてたんですけど、例えるとしたらですよ、これそういうものではないんですけど、洗濯するときにですよ、例えばキッチンハイターとか、あれ洗濯するのに一緒に入れたらどうなりますでしょうか。僕よくあのこう色とかカラー剤ついた時にキッチンハイター薄めてこうブリーチしてから洗濯して色取ったりするんですけど、洗濯する時にあのキッチンハイターとかもよくハイターと言われてるものをね、こういうとこ取るじゃないですか。あれっていうのはパウダーブリーチとちょっと近いもの、近くはないんですけど、例えるとしたらパウダーブリーチみたいなもんなんですよ。で色壊すじゃないですか。だからこう例えば色物だとあのつけたところが色取れちゃいますよね。だけどあの例えば色物でも使えるブリーチ剤って分かりますかね、洗濯の時によく入れるブリーチ、色物大丈夫よって書いてるやつ、まあれが例えるとしたら酸素系のブリーチ剤というか、なんですけども、あのこのサラシコって昔言われてたもんですね。で洗濯する時に、色物のブリーチ混ぜても洋服の色が取れなかったりとかするのが、まあこれに近いというか、まあ例えるとしたらこれなんですよね。だからあの混ぜても色を壊さないと、リフト力がちょっと高い。でその分ですね、このアプリエさんの方が、まあ、ダブルカラーしなくても1回でいけるよというところが、まあ、売りだと思うんですけれども、ダブルカラーしたら大変じゃないですか。1回でなるべくいきたいですよね。まあ、このパウダーを、使ってですね、色を壊さない状態でちょっと高い位置まで1回ドーンと明るくしてですね、で、ダブルプロセスでするものを1回にするんで、染料が意外と濃いんですよ。で今までのフォーユーさんのカラーってちょっと染料がそんなにこう、まあ、なんかナチュラルというかすごくこう爽やかな色で、僕は好きだったんですけど、今回もっと色が濃くなってる感じなんですよね。で、なぜそうしてるかっていうと、多分そのハイトーンに入れて、ハイトーンのカラーって他のメーカーさんとか色が薄いんですけど結構濃いんですよ。ある程度濃いぐらいのカラーを使ってるんで、ハイトーンにして色をドンと下げると、
そして透明感出したところで、透明感出してそこで色を入れるんで、まあ、ダブルカラーと同じような効果が出せるっていうのがこの過炭酸、炭酸ナトリウム、これです、炭酸ナトリウムで、これを使うことによってリフトできるよというようなことです。あとね、アプリエの BA っていうアッシュと、あと LA っていう、あ、ラベンダーアッシュと、ブルーアッシュを今日試したんですよ。これブルーアッシュ、ちょっと分かりづらいですね、ブルーアッシュで、これが単体のブルーですね。これがアプリエの、このアプリエの、4U さんのアプリエのブルー、結構濃く入ってるんですね。このブルーがね、絶妙でかなり綺麗な色出るんですよね。ただ使い方間違えると結構黒くなっちゃうかな、暗くなっちゃうかなと思うんで、で、あのですね、で僕はメーカーさんにちょっと聞いたんですけど、この炭酸ナトリウム混ぜないとどうなのって、1液と2液だけだとどうなのかっていうと、やっぱり色の入りがちょっと弱いみたいです。なんで炭酸ナトリウム入れた方が発色が綺麗なんですね。はい、これやってみたんですけど、確かにそうです、色が綺麗に発色するんですね。で、まあ明るいカラーだったら、この4U さんのカラー絶対いいかなと思いますね。まあ、あんまりハイトーンじゃないカラーにする場合だったら、まあ、他のメーカーさんとかでも、まあ、いいのかなと思うんですけど、まあ、アプリエさんでも別にハイトーンじゃないカラーでも全然できるかなと。色の好みだと思うので、イルミナちょっとね、前に検証したイルミナのやつがちょっと古くなっちゃったんで、ちょっと今、イルミナ撮ってないんですけど、アディクシーのブルーと比べてみたんですよね。アディクシーとスローと、あとアプリエちょっと比べてみたんですよね。あ、違う、アディクシーは、そうだ、ブルーがちょっとなくて、サファイアってやつね、サファイアの7。これ結構濃いんで、サファイアの7ですね。これかなりブルー強いんですよ。で、スローのブルーは、こっちはアプリエで、こっちがスロー。どっちかっていうと、何に似てるってわけではないですけど、まあ僕の、まあ、検証した感じだと、まあもちろん、スローよりは色が濃いんですよね。このアプリエのブルーっていうのは、スローのブルーより。で、アディクシーはかなり濃いですね。色が、ブルーがこう鮮明というか、ブルーがボンとこう、攻めてる感じがアディクシーはしました。僕のイメージですけど。で、アプリエは、まあ、スローよりは濃いんですけど、ブルーが。なんかブルーの質がちょっと違うかなと思いますね。他のメーカーさんと比べても、その透明感の具合がやっぱりこの 4U さんのアプリエはかなり綺麗に透明感が出るので、ハイトーン面白いかなと思いますね。これもすごいハイトーンで使えますね。ラベンダーアッシュめっちゃ綺麗なので、これちょっとね、動画じゃ分かりづらいんですけど、めちゃくちゃ綺麗なラベンダーのアッシュが出ております。ハイトーンにすごい使えますね。グレージュとか最近多いですけど、これもかなり使えると思います。変にこうグリーンっぽくならないので、この LA って書いてるやつ、ラベンダーアッシュはハイトーンの黄色み取るのには使えると思うんで、ぜひおすすめです。結構あんまりハイトーンだとちょっとね、グリーンっぽくなっちゃったりとかするんで、ブルー系アッシュとかだとね、そういうのがちょっと、このラベンダーアッシュはそんなにこうバイオレットも強くなく、程よくアッシュ入れれるんで、このラベンダーアッシュかなりハイトーンで面白く使えるんではないかなと思いますね。ちょっとね、検証したのがありすぎてちょっとよく分かんない状態なんですけど、やっぱり今回この3つ混ぜるっていうのは面白いですよね。これを混ぜて、外の自然光でのアプリエの、カラーの抜け感っていうのをちょっと見てみたんですけど、それがすごい綺麗だったんですよね。他のメーカーさんと比べても、ああ、なんかちょっとその個性があるなっていう、ちょっとブルーのすごく綺麗な出方してたので、まあ面白いかなっていうふうに思いました。まあN ドットさんがどんな感じで出てくるのかも本当今楽しみでしょうがないんですけど、それによってちょっと今何を使おうか、まあ、お店早山貸しとしてどういう感じで色をちょっと使っていこうかっていうのを今ちょっとすごくワクワクしてます。まあでも久々にね、アディクシーもちょっと今日検証してみて、すげえ青いなと
面白いなと思いましたよね。アディクシーもすごい攻めてんなと思いましたけどね。ブルーの感じとかダブルカラーをワンプロセスでできるというアプリをぜひちょっと検証していただいたらいいんではないかなと思います。